あの前代未聞の映画界でも前代未聞の作品だというふうにも言われている本作参加されての印象などをお聞かせいただければと思います。では佐々木さんからお願いいたします。えっとこの中学生のみんなは1万人の中から選ばれたっていうか本当に選ばれたというのもあるんですけど1万人を背負ってえっと今33人立ってる覚悟が ありまして、えー、それが毎日本当に全身全霊で芝居をぶつけてくるのに本当にいつも心打たれてました、あのー、僕は、まあ、最初良子とは本当に普通に別にリハーサルとも何もなしに普通にお弁当を食べるとこから始まってたんですけどその子がですよ本当に僕死者を見た時に自分はずっと親子,でを見親子で芝居をやってたと思って死者の前編を見た時に。 体で引っ叩かれてあの目と、こんな風に言ってるんだ、両子、こんな風に考えてるんだっていう風に思ったし、それがこれから後編、この1ヶ月後編になるんですけど、裁判のところで、ああ、こんなにうちの両娘が立派になったって、監督からあのみんな新人なんで、支えてあげて引っげ、引っ張ってあげてって言われたんですけど、あ娘のおかげで僕、お父さん役させてもらったっていうぐらい。 やっぱりその両ョの成長と本当に彼女の成長と本当に生徒たちみんなの成長がリンクしているすごい現場を僕は見て本当にいつも現場で打ちのめされ心打たれてました、はい、そうですかありがとうございます今のお話を伺うとますます後編を見るのが楽しみになってきますねどうもありがとうございますでは続いて夏川さんいかがでしょうか撮影現場 えーそうですね、私も良子の,の母なのでずっと涼子と初めて会った時、えー、あれは本読みというかそういうなんか資料を読むということで初めて会った時とってもあどけなくて本当に可愛らしいもう本当に普通の中学1年生2年生みたいな感じででも撮影が進んでいって彼女は彼女なりの。 悩みやあの戸惑ってたりあのしてるのもすごくそばで見させていただいてですごく気持ちが分かったしでもそれを自分で乗り越えていく姿も見れてすごく心強く思ったしあのこれから良好ずっとなんかずっと最初は本当に心配っていう気持ちがあったけど。 撮影が済むうちにこの子なら大丈夫って乗り越えられるってずっと思えるようになって途中で話して目が合うと大丈夫、大丈夫って言うとにこって笑う涼子が本当に自分の娘がいたらこんななのかなっていう本当に佐々木さんが言うように涼子の母になれてよかったって思いいまましたはいどううもありがとうございますでは続いて小日向さんいかがでしょうか。 あのえー、と僕も先ほどお話したようにあのインする前に、えー、とこの松竹の,このビールの地下であここじゃないや、闘、え、撃、ー、の、えー、と地下で、えー、監督がワークショップをしているところに行って、えー、彼女たちに初めて会いそれで、えー、裁判のシーン後編、これから後編の方で。 流れると思いますけど、裁判のシーンですね。そこのリハーサルをしたときに、まあ、えー、涼子役演じる今今藤野涼子さんですけど、彼女とお会いしたときに、まあ、正直、えー、この作品は成立するのか大丈夫なのかっていうのは正直なところそういう不安は浮かびました。特に裁判のシーンは本当に大変なシーンなんで、どうやってこれから彼女たちが役を作り上げていくんだろうという不安を。 覚えたんですけれどもそれから委員して裁判のシーンの時に彼女が見事に藤野涼子に変身していたんですね、えー、役者として役を作るとか演じるということはどういうことなんだということを改めてえ考えさせられたというか勉強させられましたあの本当にそれはもう監督の粘り強さもあったと思います執念あのでも彼女たちがそれに見事に え監督と一緒になって目標に向かって進んだ結果だと思いますぜひ、えー、後編を見逃さないようよろしくお願いいたしますどうもありがとうございます、えー、今お話にもございましたように後編は4月11日からということでまだね。 お時間があって皆さん早く早くといった状態なのではないかと思いますそこでですね、えー、中学生キャストの方に改めて伺います、えー、ご自分の役の見どころも含めまして、えー、特にここに注目して見てほしいという点後編の見どころをお聞かせくださいでは今度は板垣さんお願いしますはい、えー、やっぱり皆さんが今思っている通りあいつは何者なんだっていう疑問があると思うんですけど そうです、ね、でも後編では、まあ、神原という男が何をしにこの学校へ来たのかという謎とか、本当にいろんな謎が全部解けて、僕らが結局どういう審判を下すのかっていう結末が本当にもう、まあ、前編は結構悲しい感じなんですけど、後編はもう、なんだろう、なその、明るいといいますか。 ま救われる救済なような映画になっているので、ぜひ公演もご覧ください。お願いします。ありがとうございます。では同じ質問を石井さんいかがでしょうか。はいえっと後半ではきっと前編見た方はジュリのことをやっぱりなんか友達にはなりたくないなと思ってる方も多いと思うんですけど。 後編ではそんなジュリーの本当の素顔だったり気持ちが。全部出てくると思うので。ぜひ。後半まで見ていただけ。後編も見ていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。では。望月さん。お願いします。はい。えっと。やっぱり僕としての後半の見どころは。裁判シーンだと思うんですけども。 僕は先に命を落としてしてまうのでだから僕とかマツコのこととかをその心の中に置いて本当に見ていただけると幸せだなと思いますあと僕がどうして命を落とすことになったのかとかそういうこともいろいろ考えながら見ていただけると本当に嬉しいですお願いします。 はいどうもありがとうございます4月11日後編の公開までにですねぜひこちらの前編の方もまた二度三度劇場の方でご覧いただければ嬉しく思いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしいですか大丈夫ですねはいどうもありがとうございましたこれでフォトセッションのお時間終了とさせていただきます皆様ご協力をいただきましてどうもありがとうございましたそれではそろそろ お別れの時間も迫ってまいりました最後に監督と藤野涼子さんの方から一言ずつ上代したく思いますそれでは鳴島監督からお願いいたしますはい。えー、と皆さん今日本当にありがとうございましたあのこの映画本当にこの子たちと一昨年の11月から オーディションを開始して本当に一緒に走ってそれでこういう素敵な大人のキャストも一丸になって取り上げました今日初めてこうやって皆さんの目に届く日が来て考え無料ですあのや,やっぱりあの今その映画でもゲームのように簡単にその人を殺してリセットボタンを押せばその蘇るっていうやっぱり子どもたちのその 命の重さみたいなものがおかしくなっていると僕はすごく危惧していて、えー、彼らのそのやっぱりこの映画で今日ちょっとショッキングだったりとかホラーチックに見えた感じた方もいるかもしれませんけどあれはあの別にそういうものを僕は私が好き好んでやったわけではなくてやっぱり命一つ本当に重いんだっていうあのゲームじゃないんだよって映画をですね あのこの子たちと一緒に作りたいというふうに本当に思いました。あのそれが宮部さんの思いでもあるし、あので後半、えー、前編は今日見ていただいた通りにあのテーマは勇気です。この子たちが勇気を持って前に進んでいく。で後編、えー、後編になると裁判の中であの奇跡のように救済が今度起きてきます。この子たちが頑張ったからです。それで最後。 生きていく希望の光にこの映画がたどり着きます。えー、今日ショッキングな分だけそこの生きていく希望の光が見えたときに皆さんも必ずあのカタルシスというか感動を味わっていただけるとえみんなでここにいるみんなで力を合わせて作りました。えー、またあの後編もどうか劇場でご覧になってください。本日はありがとうございました。どうもありがとうございます。では最後に藤野涼子さんお願いいたします。 き、はいえー、今日は本当に集まっていただきありがとうございました先ほど言った通り私は演技経験もないし何もカメラの前で演技するっていうことは初めてだったので何もかも初めてのところから監督をはじめ夏川さんや蔵之介さんや小日向さんなどやすいません <laughs> 仲間十三人と共にここまでやってきました本当に皆さん今日は集まってくれてありがとうございましたどうもありがとうございました以上をもちまして初日舞台挨拶終了とさせていただきます本日登壇くださいました キャスト監督の皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。皆さん楽しいお話をどうもありがとうございました。